宗山、背番号1。楽天、石井和久シニアディレクターが19日、先月のドラフト会議で最多5球団競合の末に交渉権を獲得した逸材、宗山塁内野手に対し、背番号1を提示することを明らかにした。20日に東京都内で入団交渉を行う。松井が大きくしてくれた偉大な番号。投手では松井が代表的ですが、打者として似合う選手になってほしい。プレッシャーに打ち勝って、大きく羽ばたいてほしい。球団では2014年に神奈川桐光学園校からドラフト1位で入団した松井裕樹投手が昨季まで背負った番号で、最多セーブのタイトルを3度獲得するなど功労者となった。宗山は東京六大学リーグで歴代7位の通算118安打を放つなど、走行守に3拍子揃った大型遊撃手。10月24日のドラフト会議で1位指名された後の会見では、開幕から試合に出て新人王を目標にやっていけたら、日本代表などトップでプレーし続けられる選手を目指したいと誓っていた。宗山選手に背番号1番を提示ということは、松井裕樹投手の将来的な楽天への復帰はないように思えました。村林は6かな、さて9は誰がつけるのかな。1、5、6、9の中から1にしたのか。背番号9は外国人と予想します。石井和久は上層部に相当気に入られてるんだね。楽天の背番号1といえば塩川幸輝だよ。心のレジェンド。有原式 FA で早めに出ましょう。近々身売りする球団に入るのはもったいない気がする。入団拒否した方が良さそう。まあ背番号1は投手というより野手のイメージの方が強いし、今年のドラフトでナンバーワンの野手だし、無難なことじゃないかな。この前松井が球団を訪れた際に話をしていて許可したんじゃない。ショートなので6かと思いましたが1で一安心。やっぱり6は村林選手につけてほしい。いくら黄金ルーキーとはいえ、最初から1を与えるのはいかがなものかと、結果を残して実力で勝ち取らせてほしい。1に合うと思う、かっこいい。